登場して応援。爽やか CM 対決、かわいい CM 対決、胸キュン笑顔 CM 対決、劇団規模 CM 対決、スッキリ CM 対決、ハリウッド CM 対決、どっちがよりガムを盛り上げるか、勝者を決めるのは君だ。つぶやく CM グランプリ、博多の国民的アイドル HKT48 の皆さんです。どうぞ。指原莉乃です。今日はよろしくお願いします。はい、松岡です。よろしくお願いします。はい、友永美桜です。よろしくお願いします。はい、田島美瑠です。よろしくお願いします。松岡夏美です。よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いいたします。今年4月ファーストシングルサイレントマジョリティを発売後、初週およそ26万2千枚を売り上げ、なんとオリコン1位を獲得。女性アーティストのデビューシングル初週売り上げとしても歴代1位記録を樹立した大物新人アイドル欅坂46の皆さんです。どうぞ。世界には愛しかない、自分はそれだけだ、今すぐ僕は君を探しに。はい、欅坂46の平手友梨奈です。よろしくお願いします。欅坂46の品真中です。よろしくお願いします。菅井優香です。よろしくお願いします。鈴本美優です。よろしくお願いします。渡辺梨花です。よろしくお願いします。渡辺梨沙です。よろしくお願いします。はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日は両グループを代表しまして、フルーティオかわいい CM 対決はHKT48 の指原さん、はい、そしてキシリトールガム爽やか CM 対決を欅坂46の平手さんにご出演いただきました。はい、はい、その2つのバージョンの動画を上映いたしましょう。後ろがさ、海外みたいだったじゃん、ニューヨークと思うじゃん、目黒で撮ったのなんかそういうのもちょっとね、私今回やっぱ自信があって、やっぱファンの人に考えてほしいなって思いますけど早くファンの方に考えてもらったやつを撮りたいですね。あ、そうですよ、ね、じゃあんまり納得いってないので、はい、ファンの方のいいアイデアが欲しいなと、あー、なるほど。またでもこういうね、なんだろうっていうところで引きつけるっていうのももしかしたらあるかもしれませんしねそれが言いたかったんですなんだろうでもいいし、はい、そうです。でも指原さんらしさをね、はい、ファンの方に出していただきたいなと思いまして、はい、サイワイアクター。初めてダンスをしたので。そうでしょうね、はい、でもその初めてがこんなかっこよく仕上がってると思ってなくて、すごい嬉しいです。あ、嬉しかったですか、はい、ねえ、なんかちょっと男性の服ね、学生服なんて着ないですもんね、はい、かっこよかったですよ、本当に、うん、全員で一生懸命頑張りますので、ぜひ投稿よろしくお願いします。素敵な CM、 素敵な企画を作れたらいいなと思います。ぜひ皆さんからのご応募お待ちしてます。お願いします。